ありがとうございます。ありがとうございます。食材は、はい、米、卵、玉ねぎ、チャーシュー。米が200g、はい、チャーシューがレンゲ1杯で、卵 S 寸で、玉ねぎが一つまみ、これぐらいですね。いきます。これ、なんだ、油、これは、ラードやったり、余ったチー油を使ったりですね。まあ、ほぼほぼチー油ですね。最近けどチー油がなくなったらラードを使うみたいな感じです。卵を入れて、ご飯を入れて、ある程度混ざったら味の素、塩、胡椒で、ネギと、で仕上げに醤油。あとはもう色目とこの焼けてる音と香りで感じ取るんですね。 OK です。ポチッと。これが、これ九州の浜田醤油です。浜田醤油、はい。で、チー油とラード、余った香味油をもう焼く。この香味油は何の香味油？これはチー油に玉ねぎを合わせています。めっちゃいい香りしたんだよ。それは2日に1回仕込んでます。昨日やって、明日ですね。おばあちゃんは卵が3個、計3個です。で、ご飯200。で、焼け始めはちょっとわーっと煙が出だしたら、油はこれぐらいですね。1人前何 cc かは分かんないです。おばあちゃんちょっと味濃いめ、卵が入るんだって。もう米のパリパリっていう音が、はいはい、ええ感じになったら完成です。で、これに卵を、
お茶です。はい、最後までご視聴の方ありがとうございました。ぜひ動画気に入ったらね、いいねやコメントの方よろしくお願いします。それとあそこの繁盛店のあのスープの炊き方を見たい、あそこのお店のチャーシューの作り方を見たい、あそこのお店の麺の作り方を見たいっていうことがありましたら、ぜひコメント欄の方にコメントの方よろしくお願いします。